沢尻をいじめてほしい女優1位は、女性ファッション誌編集部を舞台に女性たちが激しくも陰湿な駆け引きを行う姿を描き話題となったドラマファーストクラスの続編で、主役の沢尻エリカをいじめてほしい女優は誰かというアンケート調査が実施されました。結果は3位天海祐希、2位江角真紀子、1位米倉涼子となりました。まあ僕はちょっとはっきり言いまして、このラジオでもずっと言ってますけど、沢尻エリカさんのことが好きですから、はい、僕はあのやっぱりその当時ちょっと別に事件だったりとか、うん、なんか薬物やってんじゃないかみたいなニュースがありましたけど、はいはい、そんな時も僕は一貫して沢尻さんを擁護してきましたから、はい、このニュースはちょっとまた嫌ですね。沢尻さんいじめてほしいかなんて、なるほど、俺は一貫して言ってます。いじめられたいんです、うん、沢尻さんにいじめられたい、沢尻さんにいじめられたいっていうことを常に言ってます。僕はなるほど、はい、でこの、はいはい、まあランキングベスト10で言うと1位米倉さん、はい、2位江角さん、はいはい、3位天海さん、4位小雪さん、はいはい、5位が黒木ひとみさん、6位篠田麻里子さん、はい、7位吉瀬美智子さん、8位菅野美穂さん、はい、9位水木有沙さん、10位涼さん、うん、10位、はい、同率10位で木村佳乃さんということですけどね、はいはい、そうね、まあこんだけの10人、まあ沢尻さん入れて11人12人ぐらいですか、はいはい、12人ぐらいの、うん、女性たちにいじめられたいですねいや豪華女優陣、豪華女優陣いじめられたい、はい、なるほど。この中で誰がいいかでしょ。まあ沢尻さんは僕はもうずっとそれぞれ言ってましたから、はい、ちょっと別格ですけども、連動ということですね、このランキングの中で言うと誰にいじめられたいかというとですね、はい、そうね、うん、篠田麻里子はいじめられたくないよね、やっぱり。あ、まあちょっとまだ若いよね、ちょっとね、そういうところもね。天海祐希さんもちょっと、あのいじめられるっつっても陰湿な感じしないよね、カラッとしてそうじゃない、うん、そうですね、カラッとしてそうなイメージありますね。ちょっとなんかなんだろうな、はいはい、フラットシューズ、かかとがない靴でパコンって叩かれるぐらいのいじめだろうな天海さんだったらな、あ、まあ、バカ野郎っつって、なんか部活の先輩みたいな、はい、そうそう、そんな感じするでしょ、うん、水木有沙さんもちょっとそんなことないでしょう、うん、もうあのあれでしょ、あの床を掃除する掃除機みたいなんでベッドの上で襲いかかってくるぐらいの CM ぐらいですかね。あと米倉さんは、米倉さんいいかもな、まあ、でもなんかカラッとしてるイメージは、ね、まあ、米倉さんもちょっと陰湿な感じがないからな、はい、陰湿がちょっとあった方がいいんですか。ちょっと陰湿な感じをなんかあった方がいいよね、感じさせてくれるというか、ね、結局涼さんなんかもこれ、はい、多分ちょっとお化けの役が似合ったりするから陰湿な感じするけど、うん、でもこの人もカラッとしてるでしょ、多分あのモデルのあのさーっとしてるでしょ、うん、普段ノーメイクですみたいな感じでしょ、はい、どうせ、あ、そうですね、だからちょっと半袖なのかタンクトップなのかよくわかんない丈の白いシャツ着てさ、うん、ジーパン履いて、はいはいはい、身の丈に合わない小さめの自転車乗ってるでしょ、りょうさんって。どんなイメージなんですか代官山あたりを。そう、なんか想像できますけどね。だからそのちっちゃい自転車をぶつけられてみたいなところはあるけどね。あ、まあまあ、あえて言うならよ。いじめられるなら。るならね。あとだから江角さんはちょっとやられたいって言ったら、そのなんかどうかな、陰湿のイメージないからな江角さんも陰湿のイメージないよね。ないですか。ないですね、小児のイメージあるから。そうですね、あのイメージだと思うね。なるほど。誰だいこの壁に落書きしたのはみたいな、俺なの犯人すいませんっつって、バカ野郎そんな陰湿ないたずらしてんじゃないよって怒られたいよね。なるほど、なるほどね、なるほど、はい、なるほど。あとだから小雪さん、小雪さんな、小雪さんもお化けが似合うからな、うん、お化けが似合う、お化け似合う人はちょっとインスタの雰囲気あるけど、うん、小雪さんもでもあれでしょ、すごいでしょ、もう乳液の量がまあまあやっぱりね、乳液の量すごいじゃん。いや、まあまあ肌ね、金清の頭ぐらいテッカテカのイメージあるんだけど、そんな乗りたくてないと思いますけどねで乳液使った、はい、ちょっといじめ受けたいよね。乳液を使ったいじめです、うん。乳液でしごかれたいみたいな。乳
いやもうそれローション別じゃないですか、ね、知らないけど知らないけど、でもおちんちん綺麗になる、おちんちん綺麗になるわよ我慢しなさいっつって確かにね、なんか肌が潤いそうですけどね、うん、黒木瞳さん、うん、黒木瞳さんもちょっと年上すぎていじめられたいって感じじゃないんだよな、吉瀬さんもな、吉瀬さんも結局カラッとしてるでしょ、うん、あそうですね、そんなイメージですね、イメージはね、吉瀬さんがどうされたいかな、吉瀬さんはどうなんだろうな、もうそろそろ秋口だからタートルネック上手に着てるでしょ、うん、はいはいはい、ね、まあそうですね、着るとしたならばね、うんうん、着るとしたらね、着るでしょ、マフラー巻いてるでしょ、はい、うん、マフラーであれされたいよ、おちんちんおちんちんをマフラーどうするんですか、化繊のさ、化学繊維のさ、マフラーの方でチクチクしてね、それでグワーっ て静電気を起こしてさ、おちんちんの毛が全部逆立っちゃってさパッとマフラーどけて、はい、地面に足ついたらアースになってさ、電気抜けて、はい、おちんちんの毛がスワーンと倒れるでしょ、はい、でまあ、そしたら吉瀬さんがまた笑いながらうわーっとマフラーでおちんちん触ってきてさ、うん、また毛が逆立ってさ、はい、なんすかそれを繰り返すんですか、いいわよ地面に足置いてっつって、うん、そしたら地面に足ポンと置くと、はい、またアースになって電気がスーッと地面に脱げていくからさ、はい、おちんちんの毛がサーッと、はい、それで、うん、起こしたり倒したり起こしたり倒したりしてさ、吉瀬さんが言うのよ、はい、もうなんかあれね、なんか数年前に行ったアフリカのサバンナみたいだわっつって、うん、毛がサーサーとなってるわっつって草みたいなやつ、草、ああなるほどね、うん、でそんな感じかな、うん、なんかそんな感じそんなのなんか今のランキングで分かったのは、うん、有吉さんがモンスター級の性癖を持ってるってことだけはそこだけはしっかりはしましたよね、うん、そうですね、しばらく聞いてましたけどね、本当に何言ってんだろうこの人っていう大先輩ですけども、うん、本当に放送し